父かさぶたは、乳児の眉や耳の裏、頭皮、まぶた、頬などに生じる、黄色がかった、ベトベトした臨場、硬いかさぶた状のものである。乳児死老性失神の症状の一つであり、死老とも呼ばれる。乳児の頭皮に生じたものを英語では、特に、クレードルキャップと呼ぶ。大抵和が弓を伴わず、赤ちゃんを悩ませることはない。生後3ヶ月以内に始まる。 より成長した子供で見られる。同様の症状は、死老性失神ではなくフけの可能性が高い。父かさぶたは、鱗状のベトベトした破片で、色脇色、白色、茶色などである。放置すると熱く、硬くなる。炎症が起きている領域は大抵かゆみを伴わず、赤ちゃんを悩ませることはない。頭皮のほかまぶた、耳、鼻の周辺、股間など、 皮脂の分泌が多い箇所に生じる。乳児脂老性湿疹は、細菌の感染やアレルギー、不衛生が原因ではない。また、伝染性でもない。原因について一致した見解はないが、主な二つの仮説は、心筋の感染と、皮脂腺の過活動である。乳児脂老性湿疹は、炎症症状である。乳児は、皮脂腺の分泌が活発で、その後、思春期になるまで、 非常に少なくなる。生後2から3週から出現。頭皮のみでも、頭皮以外の死老性皮膚炎でも6ヶ月から1歳までに完全に消失する。ありがとうございます。